さあバッターは大阪桐蔭の浅村栄斗。今日も第一打席にヒットを放ってます。対するは金沢高校の川原くん。投げた打球はレフトへ、大きい、入った。やはり恐るべき1番バッター。この試合ホームランを打っている浅村。対するはエース杉本くん。投げた、打った、大きい、入った、同点。満員の甲子園球場が揺れています。10回表バッターは金沢の佐々木くん。打った、打球はセンターへ抜ける。いや、よく取った、よく取った。一塁送球アウト。大変失礼しました。抜けると思いましたが抜けませんでした。打ってはホームラン、守っては好フィールディングの浅村。試合は大阪桐蔭のサヨナラゲームとなりました。